玄海原発問題で佐賀県内外の住民ら200人が11日、佐賀県庁に集まり、古川知事に玄海原発2号機と3号機の再稼働を容認しないよう求めました。全国の反原発の市民団体などで作る私たちが作るエネルギーの明日プロジェクトが4日から続けている緊急アクションの一環です。参加者らは原発なしで暮らしたいなどと書かれた横断幕を掲げ、県庁県民ホールに集まりました。国民の意思を受け止めて、再稼働の要請を九州電力へ出すことを拒否することを要請します。以上。県の担当課の職員に要望書を提出した後、反原発への思いを次々と訴えました。事故が一たびあれば、実現だけではなく、日本中の住民が、国民がそれの被害を被るわけです。本当の暴力は権力者です。古川知事の独断の判断です。一行はこの後集会を開きました。反原発への思いを広く国民に伝え、今後も玄海原発2号機3号機の再開阻止と1号機の廃炉を求めていこうと総括しました。